倉本敦さん、当時13歳。爆心地から 1.5 キロメートルの千田町で被爆しました。広島高等師範学校附属中学の2年生だった倉本さんは、学校のあった千田町から近くの農場へ向かう途中で被爆。原爆によって母と叔父を失いました。倉本さんは昭和42年から広島大学の原爆放射能医学研究所に勤め、現在その所長をしています。専門は内科の血液学で、白血病の研究などに取り組んでいます。千田町ですね、そこへ投稿いたしまして、で8時10分ぐらいだったんでしょうか、点呼して、でそれから我々は今の千田小学校のあたりのところにですね、大学の農場というのがございまして、農場といいましても家庭菜園みたいな、菜園野菜畑みたいなところが、でそこへの勤労動員でそちらの方に向かっておったわけですね。でちょうど文理科大学の前、当時の文理科大学ですね、今の昔のから今の広島大学の一部として残っておりますけれども、古い建物がございますが、あそこの前を通ってで、外に出まして仙台小学校に向かっている途中で飛行機の爆音が聞こえましてですね、その当時もう B-29 の爆音というのは珍しいことではなかったわけですが、また飛行機が来とるぞということで、ちょうど狭い路地の四つ角でしたから、少し外の空がよく見えて、我々数人がその列を離れまして見上げてたわけですね。そうすると飛行機の機影が見えたんで、その瞬間何か落として、こう落下、何かこう物が落ちてくるのを見えましてね、で落下傘で何か落としてるぞと。でも頃落下傘で落とすとして何かよくわからないけれども、宣伝ビラか何かかなとか言いながら、で一部の人はずっとそれを見てて、我々は、私はあの当時そのグループをちょっとリーダーしてましたから、おぼつぼつ行こうやと、で声をかけて行きかけた途端にですね、なんて言うんでしょうか、音がしたのか倒れる音だったのか何でしょうか、とにかくその家が倒れてきたわけです。そのうち、おいしっかりせえよとか何とかいうような声がかかりましてですね、一緒にいた仲間がどうも這い出した連中がいたらしくてですね、それが僕なんかの名前、お互いに名前呼び合ってて、そうするとひょっとこう見ると手を差し伸べてくれてるんですね。そして同時にちょっとこう隙間を作ってくれたんでしょうか、私もこう動かすと体が動くように、無我夢中で引っ張り出されたようなことなんです。そしてこう出てみますと、辺り砂塵も重うといいますか、こう灰色がかってて、で一部ひょっと見ますと、もうすでにこう火の手が見えてるんですね、近くの辺り燃えだ。で電車道の方行きかけたんですが、それよりもいつも通ってたのは近道として、平和橋の一つ南側に市役所のところから今厚生年金のところ出る橋がございますね、県庁橋と私ども言っておりましたけど、市役所の前から西の方に向かっていく昔からある橋ですね。で渡ったところは県庁だ。でそこを通っていこうと思いましてね、そこへ行ったきたら、その辺はまだ民家がかなりありましたから、もう家は倒れて、で人がたくさん、それこそ地獄絵のようにみんな火傷をして、その上に埃をかぶってるもんですから、で髪はボロボロ焼けたりしてですね、まさに幽霊のような格好をした人がうごめいてるわけですね。で道に倒れたりして、で道も歩けないぐらいなんです。でそれが状態、抜き足差しでこうずっとその橋の方まで行って、県庁の方ですね、今の平和公園の南の方にこう渡ろうとしたら、橋もいっぱいそういう人たちで埋まってるし、それからも県庁の方あたりはまさに火炎、火に包まれておりまして、
でこれはまあ町の中へ行くのはますます危ないと、これはなんとか南に海の方に逃げようと思いまして、でその時にそっとまあ父が、まあ、あの三菱重工の造船、あの当時は三菱重工の診療所ですから、あの江場山の南にあったんですね。ですからそのことをそっとまで行ったことはなかったですけれども、まあ、そっちの方へ逃げようというふうに、まあ、父は怪我人なんかの治療医者ですから、まあ、いろいろそこに避難してきてる人、怪我人なんかがまあ来てる、あそこでの現場、あそこの工場で怪我をしたというのはあまり ないですね。あのまあガラスが壊れたぐらいのことでしたから、建物が倒れたりというほどの被害はなかったんですね。あそこは山、あの畑がちょっと離れてますからね。しかしまあ町なんかで怪我した人とかいろんな人がまあしてて、しかしまあ父なんかは自体そんな大変なことが起こっているのが、まあ、分からなくてですね、でちょっと私などの話を聞いて他の先生方もそんな状況かっていうようなことで、それからまあどんどんその怪我人が来るについて、これはちょっとただごとではないということは分かってたんですが、まあ、それに忙殺されておりましてね、夜になって、はい、あの父がまあ家のことも心配だし、ちょっと家に帰ってくるわと、家の様子を見に行ってこうと、でもまあお前はまあここへ残ってろということで残っておりました。まあ天神町の家も敵町の家は残ってるだろうと、まさかそのそんな近い、そのそういうあのあるな大広範囲な大規模なことが起こ災害が起こっているとは想像もしませんから、そしたらまあそのうち父も帰ってまいりまして、まあ、とにかく全部焼けてるっていうんですね。で天神町も全くもう灰烬に散ってるという。であの当時は、まあ、あの爆弾を焼夷弾攻撃っていうことがまあ予想されてたわけですから、一般 あの避難場所というのが決まってましてね、でじゃあまあその明日でも避難場所に行ってみようと、そこでどうせ子供はもういないから、お前も、まあまあ、僕が助かってるわけだから、あとまあ私どもの母と叔父だけですから、これはもうちゃんとしばらく逃げてるだろうと、まあ、明日、まあ、その避難場所に行ってみようということで、まあ、引き返してきたようですね。で父はそれからまあ4日間ずっと探したん、そのそういうその指定避難地っていうか、そういうところ五日市の方のそういう指定の場所を行ってみたんですが、まあ、そこにも来てないと。で天神町の人なんかほとんどいないわけですね、誰もそこに逃げてないって来てないって言うんです。で4日目にそうして現場に立ちましたところが、まあ、ある程度ここが玄関でここっていうようなことをやってますと、まあ、そこに当時あの吐き取りました、あのワンピースの切れ端が見えまして、それからまたこの金歯を一つ持っておりました、そのことはありましたし、ヘアピンも見つかりましたし、あそこにあのまあ、ほとんど綺麗な白骨になっておりましたですけど、そしてちょっと離れた玄関門のところに今度はあの父の弟の叔父が、これはちょうどおそらくあの西条の療養所の方にその日、出勤するはず予定になっておりましたから、その出勤おそらく挨拶して出て行きかけてたんだろうと思うんですが、そこにやはり、遺骨と、まあ、おじはあのこのベルトのバックルで分かりましたんですけれども、それ以外はもう全くきれいな白骨になっておりましてですね、そしてまああとまあ今のもう一人、ね、私どものところにいてくれた看護婦さん、若い看護婦さんでしたけど、これもヘアピンであの確認いたしました。先生方 その研究がそういう治療にどういうふうなこう治療法の発展に役割を果たしてきてるんですか。それはですね、あのそれにはあのやはりいい薬を発見するためには、その敵 その性格といいますか、要するに白血病細胞の太刀を性格ですね、それを詳しく知らなきゃならないわけです。
でそういう意味では我々はその、まあ、これはグループとし してですけども、いろんな白血病細胞のいろんな代謝って申しますかね、どんなこのどんな栄養をとってどんどん増えているのかとか、あるいはそういうどんな性格を持っているか、それはまあ染色体や遺伝子とか、まあ、そういうものを解析する、それからまあその顔つきですね、その性格を表す、まあ、顔つきに表るとすればその細胞の表面のいろんなこのマーカーっていうんですけれども、そういうものを免疫学的に調べるとかですね、そういうことによってで より その正確な診断、要するに正確な診断というと要するにその名は体を表すといいますか、その性格たちが悪いか、まあ、比較的いいかおとなしいか、まあ、そういうものを見極める診断技術の進歩と、それに合わせた治療ですねをうまく組み合わせるということ、それからまあ最近はまあ骨髄移植というのは全部の例にするわけにはいきませんけれどもね、まあそれができる人にそういうことをやるとか、いろんなその手が増え、手段といいますか、このメニューが増え、このね どれでやろうかというそのメニューが増えてきたという、まあ、そういうことにまあ我々は貢献できたと思ってますけれどもね。